見えてる？謎のエラーにやられてました。こんばんは。見えてる？あ、よかった。今エラーが発生しましたをスクショして X でポストしようと思ってたら始まった。ありがとうございます、見に来てくださって。こんばんは。あ、よかった。またなんか電波にやられたかと思いました。こんばんは。今日はフラワーフェスティバルに行ってきました。昨日は出演する側だったんですけど、今日は普通に屋台に行く予定をもともと立てていて、昨日ね、屋台行きたいとか言って、行く予定あるくせに行きたいとか言って 行きませんけどみたいな、行きませんよみたいな顔して、本当はもうずっと約束してて、そう、もともとね、予定を立てておりました 楽しかったです。もう私が人生で参加したお祭りで過去一屋台の数が多いお祭りだった。もうすごくてびっくりしました。こんばんは。柿美味しかったよ。しかもめっちゃ大きかったの、一粒が2個で500円だったんですよ。で、半分こしたから250円で、めっちゃ大粒のプリプリの身の詰まった牡蠣を食べることができました。おすすめですって言いたいところなんですが、今日が最終日だったので、またぜひ来年行ってください。また来年です。次は。こんばんは。ふくちゃん、お疲れ。おたけさん、バラ、ありがとう。ゆうたくん、お断りです。ココジュアさん、ハート。G2 さん、かわいい、ありがとう。イハクさん、だるま。イスリクマさん、ハート。しんいちさん、お疲れ。ゆうたくん、レインボースター。やすさん、だるま。こうじさん、ありがとうございます。らくさん、だるま。ありがとうございます。かわいい、ありがとう。おみかんさん、お疲れ。大吉さん、かわいい、ありがとう。らくさん、ひろし、BK。おー、こうさん。和也さん、いいね、ありがとう。クロさん、お疲れ。アルテミさん、エリオさん、コウさん、シュンさん、クアドリさん、カズキさん、カズヤさん、ニシさん、ナオさん、ありがとうございます。ありがとう。カズノシンさん、クマちゃん、ありがとう。アフタヌーンティークマ。ミツルン、かわいい、ありがとう。イハクさん、ダルマ、シェンさん、タコ、アルさん、クロさん、ガバイトさん、チョコミントさん、楓さん、陣内さん、山さん、伊博さん、シンさん、ミヤティさん、ありがとうございます。ありがとう。マチャルさん、お断りです。あやとくん、お疲れ。そらそよかさん、ハート。メロンのあそこさん、だるま。カズノシンさん、ハート。しゅんぼうさん、ハート。たかしんさん、ハート。しーちさん、お断りです。まちはださん、あきもさん、ジロくん、ガトーショコラさん、よしかずさん、メロンのあそこさん、ありがとうございます。ふくちゃん、くろさん、いっちゃん、かめさん、スタメンさん、ソイカラさん、ありがとう。けいのじさん、ありがとう。いっちゃん、レインボースター、ありがとう。福太郎さん、お疲れ。りょくさん、たこ、だるま。そらそよかさん、だるま。ガモさん、ハート。みつさん、だるま。まもるさん、ハート。だるま。しゅんぼうさん、ハート。リザ48さん、 BD マンさん、イモケンピさん、タロイヌ46さん、ありがとうございます。マリオ2さん、ハート、ありがとうございます。トシさん、ラブレター、ありがとう。マー君、お断りです。レフトさん、レインボースター。サトコさん、花束。フィリップさん、シンイチさん、トールさん、ポストさん、ありがとう。カメさん、優勝ありがとう。50代独身さん、アフタヌーンティークもありがとうございます。なんかこの前、もう50代最後ですとか言ってたのに、まだお名前そのまま。ありがとうございます。こんばんは。わーちゃん、ハートありがとう。まるさん、だるま、ありがとう。意外とね、意外とじゃないかもだけどね、会話を結構覚えてるから、忘れちゃう時もあるけど まあ人間だから忘れてしまう時もあるんですけど、
のね、ふとした時に会話を、お話し会とかの会話を日常生活で思い出すことがあります。パッて思い出しちゃう。ジャーパングさん、タコ、スカイホエールさん、ダルマありがとう、マルさん、ダルマ、カズノシンさん、タコありがとう、こんばんは。屋台は何を食べたでしょうか。あのね、クイズです。これは私が幼少期から憧れていたものを食べました。今日人生で多分初めて食べました、あるものを。ちなみに焼き牡蠣、チュロス、あともう一個何食べ、あ、薩摩スティックっていう芋の揚げてある砂糖がまぶしてあるやつと、もう一個あるものを食べました。しおなさん、だるま、みやひーさん、たこありがとうございます。しーちさん、ハートありがとうございます。くろさん、ハートありがとう。アルテミスさん、だるまありがとう。あ、9月で60です。あら、まだだった、あれあれれ。ベビーカステラ、イカ焼き、ハズレハズレ、牛タン、ハズレ、ケバブ、ハズレ、フォアグラ、食べたことないけど、ハズレ、リンゴ梅、ハズレ、角煮まん、ハズレ、ティーボーンステーキ、食べたことないけど、ハズレ、一気さん、KKK163、ハートありがとう。なんでしょうね、正解者今のところおりませんね。もうね、本当に憧れていたものを食べました。あんまりお祭りのイメージはないかもしれないけど、ないけど、お、広島旅、初めて、楽しかったのでまた来たいと思います。わー、最高じゃん。明日までなんですか。でもお天気が今日と明日、今日は小雨降ってて明日も雨らしくって、いいお天気になるといいですね。旅行だったらなおさら嬉しいな。広島楽しいって言ってもらえてハッピーです。わーい、私も旅行したいです、広島住んでるけど、住んでるけど行ったことない場所がたくさんあるから旅行行きたい。そう、雨なんだよね明日ね。ゆきさん、ハートありがとう。アイスレモンさん、よしひろさん、メロンのあそこさん、だるまありがとう。今日食べたもの、私が小さい頃から憧れていた食べたもの、それは私はこのドゥルルルルルルができません。ドゥルル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 ルン、鮎の塩焼きです。わー、誰がこれに沸くんだ。わー、鮎の塩焼きを、あの串に刺してある、なんかわかりますか、観光地とかによくあるやつを食べてみたくて、そう、ずっと食べたかったんよ、ちっちゃい頃から憧れててね。でネットで調べたこともあって、大分県に行ったら、その山奥の方の建物の中で実際に鮎の塩焼きをこういろりで作ってるとこがありますって出てきて、いつか家族旅行で大分とか行ったら食べたいなと思ってたんですよね。そうで、2年前ぐらいに広島城の近くであったお祭りで、屋台でね、あの鮎の塩焼きがあったんですよ。でもその時は、いや、むくむな絶対に、あの見た目と思って、もう塩がいっぱいついてるから絶対むくむわと思って食べなかったんよ、2年前の私は。でも今日はもう食べようと思って、もう私さ、昨日からむくみがマックスでむくみマックスでして、だからもう今がチャンスだって、今最大限にむくんだら、土日のツアー香川と愛媛でむくみがきっと取れてるだろうと思って、今日はむくもうと思って、もう我慢せずに食べました。めっちゃ美味しかった。
そう、もう最大限眠くんで、朝起きたらさ、知らない顔がいたんですよ、鏡の中に。いや誰ってぐらいめっちゃもう目とかももう二重がなかったし、ほっぺたもなんかぷくぷくしてて、今より。そう、あの東京のガールズアワードさんの帰りに新幹線でお弁当を食べて、で次の日、昨日か、昨日もう夜油そば食べたんですよ。でそれはむくむわって感じなんですけど、で今日もそのアユの塩焼きと、あと帰ってきてサバのお刺身と、あとむくむものは牡蠣、焼き牡蠣。今日は、むくむとしたらアユの塩焼きが一番塩分高い。そう、いっぱい塩分を普段取らないから、ちょっとした塩分でむくんじゃって。そうなの、もうね、ご飯が欲しくなりました。アユの塩焼き食べるの難しかった。しかもなんか小餅だったんですよ。小餅のアユの塩焼きだったから、もうほろほろ崩れてきちゃって、最終的に串じゃなくて手でこうやって食べて、で骨も結構しっかりした骨が入ってて、道端にあるゴミ箱のとこで骨をこうやって口からこうやってペッて出しながら食べたから、もしさ私のことを知ってる方が、あ、パセリだと思ってさ見とったらと思うと怖い。めっちゃ怖いです。ペッペッとか言って食べてたからさ、怖いですね。きっと誰かには見られてると思いますね。え、ジューザさん、ハート、カズノシーさん、かわいい、ありがとう。ノクさん、ダルマ、ありがとう。カイちゃん、紅茶、ありがとう。コウさん、お断りです。ノブロウさん、ハート。ヒサマルさん、タコ。ジンダイさん、いいね。ミスターさん、フッチーさん、ハート、ありがとう。シーチさん、ゲームギフト、ありがとう。モリケン銀河さん、ダルマ、ありがとう。ジロくん、イントネーション。ジロくん、お断りです。ユキさん、音符。ヒロシ BKK さん、タコ。カステルコーさん、ハート。シーチさん、紅茶。イハクさん、キューピット、ありがとう。クマちゃん、キューピット、ありがとう。ブンさん、ダルマ。カイちゃん、コバン、ありがとう。ありがとうございます。めっちゃ美味しかった。でもめっちゃお腹空いた、腹ペコです。もうそう、今日の食事がそれです。それプラスアイスだけだから、もう腹ペコです。いっぱい歩きました。今日も、今日2万歩歩いて、久々に、最近レッスンとかでなかなか出歩いてなかったから、久しぶりに2万歩歩いて、うえーで、もう今日も寝落ちしそうな勢い。昨日配信終わって寝落ちしてて、もう本当に朝起きて絶望した。うわー、最悪だー、メイクも落としてない、最悪だ、もう、 うわーってなりました。昨日あんなに汗かいて踊ったのに最悪だーと思って、もう疲れすぎてたのか分かんないけど、うわーって。そう、今日から半袖です。でも寒かったです、雨だから。そうなの、起きたらね朝の8時とかだったよ。びっくりしちゃったよね。お、長崎でアイパクあるの？私がスティー入る前もやってたアイパク。でも行けないんだね。アイパク行きたいけど、多分今月は帰れない気がする。しかもツアーだ、その日。ツアーで広島におります。教えてくれてありがとうだけど行けません。なんかこういう CM ありますよね。同窓会には行けません。今はどこどこにいますみたいな。アイパクね、いつか行ってみたいけど広島では開催されないんですよ。まあ広島で開催されても、もうアイスが好きって公言してる以上行くと思われてるから気まずくて逆に行けないけど逆に行けないですけどもね、ちょっとね気まずいもんなって、あ、やっぱパセリいるやんとか思われたらち
とね、確かにお仕事でアイスお仕事ないかな。 J ちゃんペンライトありがとう、ハートもありがとう、たくさんくださってる、ありがとう。良平さんお断りです。しーちさん回復薬ありがとう。メビウスさんタコ、ブンさんハート、ひろふみさんだるま、かいちゃんハートありがとうございます。ありがとう、いっぱいありがとう。レネさんハートありがとう。秋田けじょうさんハートありがとう。こんばんは、どうも。今日なんか買ったな私。今日買ったものをちょっと持ってこよう。何を買ったか忘れちゃいました私。本日の購入品は何だったかな。50代独身さんハート、秋間さんだるま、かいちゃんハートありがとう。ちょっと持ってきます、持ってきてみます。記憶がもうちょっと薄れちゃったから。ではボン、本日の購入品を紹介いたします。ポッ、今日ちょっとねお腹が出てる服だから隠しました。本日の購入品いきます。ドゥルル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 ドン、長芋です。ちょっとスーパーのあれがついてるから剥がそう。あ、剥がせない。じゃん、長芋、こちら295g です。はい、本日の購入品、100g あたり68円で購入いたしました。はい、こちらです。1個目。これの食べ方は細かく切って納豆を入れて混ぜてお酢をダクダクにかけて鰹節と蜂蜜梅を入れて食べます。私のここ最近の主食です。こちら長芋ちゃん。続いて何買ったんだろう、何買ったのかなあ。今日はお茶を買いました。飲みかけです。おーい、お茶伊藤園です。 350ml。 なぜこれを買ったかっていうと、屋台で食べて喉が渇いたから買いました。はい、今日の購入品2つ目は多いお茶です。そらそよかさんハートありがとう。なおさんお断りです。 No. 持ち肌さんこうさんのぶろうさんまるさんハートありがとう。続いてこれ100円ショップで買いました。ダイソーで買った。これが私がいつも眉毛描いてるやつなんですけど、あったんですよ先月ぐらいから。でどこ探してもなくて、で X で調べたら廃盤らしいって書いてて、でもリニューアルするって書いてたんですよ。4月の末ぐらいからリニューアルするって書いてたから、そうダイソーいろいろ行ってるけど全然見つけられなくて、今日やっと見つけたけど私が欲しい色じゃなかった。でもこれしかなかったからこれを買いました。私は本当は3番が欲しかったんですけど2番を買いました。だから色はちょっと合うか分からんけど、これめっちゃいいんですよ。私の顔がこれでできてる。これで顔を作っています。しょん、メーカーで買ったら6000円ぐらいするんじゃないかレベルの、色どうかな。いつもここの目とかのここに塗ったり眉毛描いたりしてるから、私の顔を作ってくれているこちら100円でございます。やっとゲットできました。やったね、ハッピーです、とっても。ナルシさんハート、神代さん紅茶、おすじくんお疲れ、かわいい、似合う、ありがとう。カズノシンさんレインボースターありがとう、ありがとうございます。あ、ホームズ可愛いですか、ありがとうございます。これね、ちょっとカウント並べて
なんか疲れてる、ぐったりしてる。これはお気に入りシナモンです。めっちゃ可愛い。もうこのデザインがドンピシャでタイプ、この色味とデザインがドンピシャタイプのシナモンです。さやにタンプレで一昨年もらいました。これが好きって言ってなかったのにくれました。イエーイ。いっくん、ハートありがとうからもらったクッキーを食べました。食べたのと、信濃家に寄付しました。夜食用にちょっとね、寄付しとけば私も夜食べれるので、ちょっとね、食料を保管庫に置いております。うっかりあんこさん、お断りです。しーちさん、そらそよかさん、ハートありがとう。さよっちょさん、だるま、くろさん、紅茶、くわどりさん、レインボースター、とっちゃん、ハートありがとう。ありがとうございます。こんばんは。ね、そろそろ髪の毛を美容院に切りに行かなきゃなって思ってて、まあ、切るとしてもこんぐらい毛先だけなんですけど、やばい、ボサボサすぎてまとまらない。鉄兄さん、だるま、ありがとう。ありがとうございます。あのね、私さ、美容院に行きましたってメールとかで書かないじゃないですか。なんで書かないかっていうと、行ってないから書いてないですシンプルに。なんで、あの、どうして松葉行ったよとかは書くのに、どうして美容院行ったよ書かないかっていうと、あの、行ってなくて、さっき調べたんよ、予約履歴みたいでね、私の過去の予約履歴調べたら7月から行ってなくて、さすがに行かなきゃと思って、こりゃやばい。うん、やばいですよね。今5月だよ、7月から行ってない、やばすぎるでしょね。本当にどうして行けないかっていうと、会話が苦手なんですよね。もう本当に会話が苦手すぎて、そう、2年ぐらい行ってないかと思った。それはさすがにない。でもいつも半年に1回とかしてる方なんだけど、自分と自分の中ではちょっとね、なんかボロが出るの、職業の。話すことは好きなんですけど、そのボロが出てしまうことが、そういうなんか苦手で、嘘をついてしまっているみたいなのがいいんですか。だから職業は何なんですかって言われて、あの、その最初の何か答えるやつを間違ってしまうと、そこから全部ボロが出てしまうんですよ。そうなの。躊躇してたら、あの、気づいたらこんなに立ってました。そう、みんな、そう、違う職業を言ったりしてます。明石の金じいさん、だるまありがとう。髪の毛染めないんですかとか言われて、いやーみたいな。あと、こういうここの触覚とかは今流行りじゃないから、前髪とかどうされますか？あ、前髪大丈夫ですみたいな、切らなくて大丈夫ですとかいうのが、なんかもう申し訳なくて、全てが取り繕った自分みたいなのがもう気持ち悪くて、自分の中で。久保しおりさんも言ってた。なんか嬉しい。乃木坂さんと同じことを言ってるのはなんか嬉しいね。ひろし BKK さん、タコありがとう。なっちゃん方式で髪型、いや、なっちゃんやばい。なんか、なっちゃん、同期のなっちゃんはネイルに今 STU48 っていうネイルをしてるんですよ。で、ツアーの MC で、それはあの、 STU ですって名乗ったのって聞いたら、名乗ったらしくてSTU ですって名乗った上で、ネイルに STU48 っていっぱい書いてもらっててさ、いや、じゃあ私も髪型
STU っぽい髪型でお願いしますとか言ったらいいか。え、なっちゃんもうネイル変わったの？もうネイルってさ大変そうね。お手入れが大変そう。私やったことないから、そういうネイルもさ、シンプルなやつが好きやっけ、シンプルに綺麗に、指が荒れやすいんですよ。だからめっちゃ皮がめくれちゃって、ハンドクリームとかネイルオイルとかいくらやってもすぐ皮がベロベロにめくれちゃうんですね。そうだから、そのネイルのお店に行って綺麗にシンプルに、こう薄ピンクの感じの、薄ピンクでダサいからなんて言うんですか、可愛い、もうシンプルな爪の色ですよみたいな、何もしてませんけどみたいな色にしてほしいなって思うんだけど、緊張してそれもいけなくてね。だってさ、ネイルって何千どころじゃなく何万とかしたりするじゃないですか。すごいね、お手入れ。なんかアイドル、他のグループのアイドルさんとかさ、ライブごとに帰ったりするから、うん、すごいと思って。そのマメなところとかもだし、ね、お手入れもお家でもしなきゃだろうし。あ、さこちゃん黒です爪。そうそうなのそうなの、さこの爪黒なの。さこちゃんっぽいよね、自分でやったらしいよ。でこの前なんかちょっと薄くなってたんですよ。あれ、この前よりちょっと黒薄くなったって言ったら、あの一回取ってまた塗り直したって言ってた。そう、爪黒なの。私は何もしてません。あの透明だけ塗ってる、透明のツヤツヤだけやってますね。すごいよね。でも私もさ、授業中とかにあのマッキーとかでやったことあるよ。小指かな、マッキーでいませんありません、そういうの。小指とかの爪マッキーで塗りつぶすやつ。ネームペン、なんて言うんですか、油性ペンそうやってたよ、何回かやったことありますよ。リキさん、マックスさん、ヒーローさん、ハートありがとう、ダルマもありがとう。いや本当に何でもお金かかるね。私は松葉また行かなきゃだけど、明日行こうと思ったけど、明日のお仕事前に松葉と髪切り行こうと思ったら明日雨予報だったから、私さ松葉行く日大体雨なんですよ。だからちょっとさすがに晴れの日に行きたいと思って明日はちょっとやめることにしましたね。湿気で落ちやすくなっちゃうし、髪切ってもボサボサになるからねえ、いつも雨だよ。これからの時期本当に嫌だよね、梅雨が来たら本当に嫌だよね。なんかもう視線をこっちにそらしたらここに長芋がいて気まずい置いたのは自分だけど、購入品紹介で紹介したの自分だけど、なんか目があって気まずい長芋と。なんかやだ。リアスティさん、紅茶ありがとう。うん、目が合う。ちょっとこっち見とってほしいな。あともう一個ね、買ったものありました。レッスン着のズボンを買いました。イエーイ、レッスン着のズボン、シャカシャカ、いやシャカシャカではない、なんかいい感じの GU みんな大好き GU です。 GU でなんか割引だったから買いました。買う予定はなかったけど、そう、これのいいところは移動とか新幹線とかバスとかそういう公共交通機関を使っての移動とかを経て会場に行く時も履けるっていうのがいいところです。そう、移動でも履けるしリハでも履けちゃうっていうのがここでのいいところ。
つもは黒とか水色のこういうズボンなんですけど、黒のズボンがなんか最近ホコリを寄せつけるんですよ。白い毛糸みたいなのをすっごいくっつけちゃうの。何回コロコロしてもすぐ静電気なのか、すぐ白いモコモケモケモケがいっぱいついちゃうから、ちょっと困ったなと思ってて、この黒でもない白でもない色味にしました。そうなの、黒ってちょっとね難しいですね。次のレッスンから早速履きたいと思います。ジュボン、ズボンちゃん、確かに汗、本当だね、私汗かきだからさ、なんかあるある、アイドルあるあるなのか STU だけかわかんないですけど、レッスンとかでめっちゃ汗かいた後、先生の話とかをこう体育座りで聞くときに、その座ってた場所に汗の跡みたいなつくんですよ、お尻の。もしそれがなった場合さ、私さ、ここにお尻にさ、こう汗かいた跡つけたままスーパーとか行ったりして帰ることになるかな、やばいかな、やばいですかね。あるある？部活でもある？大丈夫と信じます。ちょっとね、恥ずかしいね、さすがにそれで歩くのは誤解されそう。確かにね、何とは言わないけど誤解されちゃうよね、そんなおもらし疑われちゃう、それは大変、びっくりしちゃう、三度見ぐらいしちゃう、すぐ乾くかな、そうだといいけど。スマンテさん、ハートありがとう。レッスン着から着替えない、着替えないですね、着替えずに帰ります、洗濯物を増やしたくないのでね、もう昨日配信終わった後、ちゃんとここのソファーの整理をしたんですよ。昨日紹介したものたちがここに溢れ返ったけど、ちゃんと整理整頓してで寝落ちしました。そう、もうそれで疲れ果てちゃいました。もう整理整頓超時間かかったから、片付ける場所がなさすぎて、もう今はいい感じ、これとかだけ置いてる。調べようと思って忘れてました。何なんですか一体これは、本当にわかりません、何者なんですか。クラコン楽しかった、ありがとう、見てくれたの、ありがとうございます、ありがとう。そうだよ、ゴールデンウィーク終わるよ。ちゃんとゴールデンウィーク満喫しましたか。私は今日ゴールデンウィーク、一日ゴールデンウィークって感じでした。でもいい日だった。今日は家を出たのがもう昼過ぎだったんですよ。1時半とか2時とかだったんですけど、そっから屋台行ったりウォーキングしたりでいっぱい歩けて、いい休日でした。全然休日感ないけどね。めっちゃ歩き回ってるから休んではないけど休日です。こんばんは。そう、私今日オフ。うっかりあんこさん、紅茶ありがとう。サラピのリップです。私あのさ、写真さ、めっちゃなんか中途半端な顔してたんだけど、でもあれは晒されても、リタ君もカヨ君はありません。あんなんの序の口です。もうそんな、はい、全然もうなんてことはないです。はい、なんかそう、最近隠し撮りするのが好きらしくて、2人がいるところを。
そう、ソラパセが一緒にいるところを隠し撮りするのになんかハマってるみたいなことこの前言ってたんですよ、サラちゃんが。でこの前も移動中かなんかにカシャって聞こえたからパッといたらカメラがこっち向いててえみたいな撮ってるなみたいなのって、いやでもいやサラちゃんのカメラホルダーって絶対おしゃれだからね、水色と白で溢れてるそういうおしゃれなインスタグラマーのカメラホルダーに私のなんかそのすっぴん写真とかが入ってると思うと申し訳なくてね、もうさらされるのが嫌だからとかじゃなく、そのおしゃれ空間に自分の写真を消してくださいとっとと消しちゃってください、もう一緒にいるんだからね。どうだね、もう消しちゃってください。そう謎にささらされてました。私もさらした側だから何も言えないけど、くるくるとあずみんの写真をさらしたら逆にさらされちゃいました。写真はまだまだ持ってますよ私、結構ね定期的に撮ってるんよ。ちょっと iPad にはね多分まだ、ね、連携されてない、同期されてないんですけど、ちょっとまだあるからね、今後も隠し撮りしていこうと思います。皆さん交互期待ください。あるかな、連携されてるやつあるかな、なんかもう自分の写真ばっかりで見つけられないですね。そう結構撮ってるよ私、くるくるの写真とか、ああるわいやこれとかね、これとかこれもこっそり撮りました、見てこのこのくるくるの俺の女みたいな顔、それを撮るシナノソラハさんです。こちらこういうなんかね結構持ってるんですよね、まだあるんだよね、ちょっと探しとくね、フォルダ作っときますね。そう結構あるよ、でもそれ以上に自撮りとかが多すぎて見つけられない、どこなの。いやでもこの前もあったんですよ本当に、ブンさんタコありがとう、トレーラーマンさんダルマ、マリオ2さんダルマ、 JT さんフッチーハート、ローラミックさんハートありがとう、ひろし BKK さんタコ、クロさんタコ、ダソクさんダルマ、うっかりやんこさん紅茶、チーさんハートダルマありがとう、ワッチさんダルマ、トシさん花束、シーチさんハート、シュンさんハートありがとう、おみかさん尊いありがとう、くるくるパセリの生誕って来てレッスンしたのなんか多いよ、あのねアンピーも今日私のあのリバティエイジさんコラボのロンティーを着てたらしいですよ、アーナ川又アンピーが今日もパセリのリバティエイジ着てるよって教えてくれました。結構頻繁に着てくれてますよ、しかもアンピーはそのリバティエイジコラボのロンティーを自分の自腹で買ってくれてるんです、すごくない？そんなさ同期のデザインした服を買ってくれてる、しかも卒業後も着てくれてるっていうのがとっても嬉しい、そう優しい、やさぴーですね、あんぴー超嬉しいよ、私はこれからもずっと着てほしいね、私も結構着てますよ自分のコラボティー、お気に入りですとっても、他のメンバーのやつが出たら私も買いたいなと思ってる、リコチとかの出ることがあれば買いたいです、ね、あのリコちゃんのさ見ました、リコチの投稿インスタかな、あれあのお兄ちゃんが書道家なんですけど
リコちゃんのお兄ちゃんが、そのお兄ちゃんのあのハンコがデザインされた T シャツが販売されてる、そうユニクロで販売されてるって言って、めっちゃいい兄弟じゃない、そんなねえ、すごいよね。そう、兄弟揃って字が上手、書道が上手、いいよね。私も習字習ってたけど、そう続けとけばよかったなってすごい思います。で YouTube ね、私は見たことある入ったばっかりぐらいの時にリコちゃんに教えてもらって、そう見たことあるよ、ね、すごいよね、めちゃめちゃにすごい。私の妹もなんかデザインしたら何デザインするかな、ちょっと今探してます、写真を。あずみとくるくるの写真を探してるけど見つからん、どこや、え、リコチのグッズ飾ってあるの、え、嘘、飾ってあるの、それはいいお兄ちゃんすぎる、すごいね。こんばんは、ちょっと待って、見つけられん、ちょっと見つけたらまた載せます、ちゃんと許可を取って載せますね次は後ろ姿とかだから勝手に載せちゃったけど、うん、いっぱいあるのに見つからん、どこなの、ない、ないや、悔しい、私こういう時大体見つけられん、とっても悔しい。ゆういさん、だるま、まこばやさん、ハートありがとう、ありがとう。カーテン、カーテンの写真はなんか自撮り、中で自撮りしてたらしいです中で自撮りしてたらしいけど、なんか載せてみました、うん、そう、うえー、ないです、悔しい、見つからない、ないや。こんばんは、まこばやさん、ハートありがとう、ハートハートね、なんかいろんなコンビが増えててきっとこれからね、いろんな、もっともっと3期生とかも増えていくと思います。コンビお決まりいなくなっちゃったけど、いなくなってしまったけれども、他のコンビが増えてくると思うから、みんないっぱい覚えてください。カズノシーさん、ラブレター、シーチさん、バラありがとう。え、くるくる配信してるの、ちょっと見に行こう、生誕ティーを着てくれてるの、優しい、うん、ショールームアップデートしてくださいって言われた、鍋ゆきね、いや鍋ゆきはもうここはいいですよね、いいよな、いいね、さやかテクドもいいですね、さやかりんとリコちゃんのコンビもいいけど、私はリコちゃんとマネージャーさんの
なんか姉妹みたいなコンビでめっちゃ好きなんですよね。マネネとリコちゃんのコンビ。そう。姉妹を見ているような気持ちになるよ。でもね、ソラハさんとマネージャーさんもなんか姉妹みたいなんですよ。また別のマネージャーさんなんですけど、なんかいいコンビ。なんかこの前あの今生駅伝部の時に、そうそのマネージャーさんも映ってて、そうめっちゃ姉妹みたいだった。スノーさんだるま、キョンシさんだるま、ありがとう。セヒセヒさんハートギフトありがとう。そう映ってた。わあ。痩せた？めっちゃ痩せたんですよ先月末。でもまた体重戻りました。イエーイ。そう今もう大変。もう痩せすぎて逆にやばいってなってたんだけど、東京のあの。昨日一昨日で一気に戻った。イエーイ。高崎彩子とかツアー初日に向けてのリハで消費量めっちゃ増えて、うわ減ってる減ってるとか思ったら、もう全然お弁当で一気に戻った。あれれ、パセリがくるくるにあげたの？あげてないよ私、 T シャツあげてないよ。どっから入手したんですかね。あげてない、私後輩に物あげたことないもん。お下がりは全部ユナヤナにあげてるから。あげてないよ。ノー。うん、そうだ、もうみんな後輩のみんなにもあげられない。私は毛玉だらけとか思われたら恥ずかしいじゃん。別にユナに毛玉だらけの服をあげてるわけではないけど、まだ全然綺麗な状態だけど、あのもう着なくなっちゃったやつとかを買ったけど一回も着ずにあげたりとかもあるんですけど、そうサイズ間違って買っちゃったとか、そうでももったいないじゃないですか、そういうやつを。あげてる。あ、いちごちゃんにあげた。いちごちゃんにはあの丸バツボタンあげました。100均のね100均の丸バツのブーとかやつあげましたよ。それはあげたことがある。でもあれはお返しです。私に龍角さんのドアメ一袋くれたから、そのお返しであの丸バツのやつをその場にあったから、本当はあのまだまだショールームで使い倒そうと思ったけど、どうしようあげれるものがないと思って目の前にあったやつをあげました。そうちょっともっとねなんか気の利いたものをあげれたらよかったんだけど、目の前にそれしかなかったからちょっとあげました。ね、優しいよね。お大事にしてくださいって言って龍角さんくれました。一袋しかもわざわざ買ってきてくれたの。なんて優しいの。明日 2.5 期と3期のイベントがあるじゃないですか。見に行きたい。見に行きたかった。行けないけど、なんか瀬戸利がめっちゃいいの。めっちゃ良すぎる瀬戸利なんですよ。私も参加したいってぐらい、ステージ側で参加したいぐらいに本当に良くて、もうでも覚えるのなんか 2.5 期とか特に正規メンバーのツアーとその 2.5 期3期のイベントと両方同時進行でレッスンとかやってるから、きっと大変なんだろうなって。昨日もねその朝からずっと恋ラジの打ち合わせとイベントと16人のステージとかあったのに、その後にもなんかレッスンがあったみたいなことを聞いて、もう
お布団、ふかふかのお布団でぬくぬく寝なさい赤ちゃんたちって気持ちだって。そうした体調崩さずにみんなが無事に頑張れますようにって気持ちです。秋竹城さんハートありがとう。リアスティさんハート。おすじくんバラありがとう。やばいよね。本当に頑張りや。新聞記者の智也さんハートありがとう。 Z さんアイスありがとう。いやそう、安住ね、そうなの、安住のスケジュールも、そう、移動とかお仕事の移動とかもね、そう、おととい、昨日、おとといか、おとといの安住とか、もう体調崩さないでねと思う。本当にみんなくるくるとか花だれ公園のシンポジウムあったりしたし、偉すぎるよ。スカイホエールさんレインボースターありがとう。よしひろさんだるまありがとう。ねえ、花だれ公園、次今月あるか、今月佐古の生誕祭と千穂さんとあかりんさんの生誕祭が花だれ公園ですね。出演メンバーはまだ出てなくて私もまだ聞いてないんですが、出れるかな。ねえ、はっちゃんバラありがとう。レフトさん紅茶ありがとう。あ、 TikTok 見てください。 TikTok、 あの TikTok、 昨日の TikTok とあと今日も、今日のやつもいる。私なんかさっき見たけど待って、記憶が曖昧。 STU の公式 TikTok よ。みんな TikTok やってますか。あ、そう、プリクラだ。そう上がってます。そうなの、あれ私、あ、玄関の方に置いてる。私の生活スペース玄関だから玄関に置きっぱなしだけど、あのプリクラを撮ったんですよ。しかも動画が撮れるプリクラってやつを撮ってインスタストーリーであげたんですけど、それのマネージャーさん視点の動画が TikTok に上がってますのでぜひ見てください。たまにパセリ上がります。本当にたまにいます。エンジンの動画とか探してください。ね、昨日の動画は左側、画面見て左側にここに白いリボンをつけてるのが私です。さやかりんとあいこの横の、あいこは私、さやかりんって順でいます。エンジンはあの、エンジンはその猿じゃなくてAAO のエンジンね。人類の進化はしてないです。アイコ、私、さやかりの順で、そうやってないですよ。理科とかのなんかあるよね、社会かなんかの教科書とか載ってるようなあれじゃなくて AAO ね。デザイズハートさんだるまありがとう。人類いっぱい見てくれてる、ありがとう。昨日のサイクリンの髪型めっちゃ良かった。リボンが2個ちょんちょんってついてて、ちょちょんちょん。ちょんちょんちょちょんちょん。パセリはどの辺？人類の進化？パセリはもう人間よ。もう最後から、そう、ペダルと車輪と来た道との2番の振り付けにそういう振り付けがあるんですよ。順番に止まっていってだんだんと高くなっていく振り付けあります。どこでしょうね。ちなみに私は目指してた海と山をの担当です。ウォーって止まる人です。ウォーです。
決まってるの。でも違うポジションの時はいつも公演の時はウォーの人だけど、公演じゃなくてあのコンサートとかのポジションはフーさんのとこなんですけど、フーさんのとこはあの最後の人、こうやってハイタッチをする人、ユミリンさんとハイタッチをする係だからウォーの人じゃないです。ウォーの時とウォーじゃない時がある。今度2番披露するときぜひ見てください。公演では毎回やってます。ツアーではやってない、やってない。ツアーとかコンサートはだいたいワンハーフだからフェスとかもないけど、公演のときにねやってます。ペガちゃん、紅茶、シーチサー、ペンライトありがとう、ありがとうございます。余熱体力は録画してます。もちろん録画してるよ、ユキリンさんだからね、私の原点よ。いやまだ卒業公演見れてない、私はまだあやぱんの卒業の心の傷が癒えてないので、ちょっとまだいいわ。ちょっとねもうちょっと立たないとユキリンさんの卒業公演は見れない。もう見れない。ハリーポッターメガネのひげおじさん、ハート、プーさん、ラブレターありがとう、うん、ね、まだちょっと昇進中です。陣内さん、ラブレターありがとう。23時だの、早いですね、早いな。でもねショールームさ今週末とか多分できないですよね。ちょっとしか、香川からの愛媛だからきっと、ね、お泊まりとしたら誰かと同部屋な気がするからできない気がするんだよね。そうちょっとになる気がするからね、できる日にやっとくね。いっぱいおしゃべりしとく。お話し会が6月7月までないので、ちょっとみんなが私の顔忘れないようにしとかないと。いいな、忘れてしまう、私のことを忘れて他のところに行ってしまう。 Z さん、タコありがとう。ああタワーの俺、そうだった、ごめんなさい、ごめん。ああ。よいしょ。ありがとうございました。この前。ごめんよ。コメント気づくの遅くなっちゃって。おしゃべりに夢中でした。ありがとうございます。コキンちゃんにしました。あのタワーの俺、ちょっとまたスクショ撮ろうとしたよね、絶対。今回はタワーの俺シリーズをキャラクターでいろいろやって、あの失敗もしたりなんかしちゃって、なんかすごい顔の長めなクレヨンしんちゃんとか描いて失敗を重ねて、コキンちゃんでした、選ばれたのは。ありがとうございます、タワー、ありがとうございました。ツアーと、んツアー初日と花だれ、ありがとうタワー、ありがとうございました。じゃん、コキンちゃん知ってる、ありがとう。え、知らない知らなかった、アンパンマンだよ。お、香川、香川愛媛、そう今週末香川愛媛だよ。配信ないです、配信ないのでぜひ現地でよろしくお願いします。でも来週広島はあります、配信。広島は 2days 金土とあります、3公演、
そんでもって日曜日が山口県です。山口は配信ないです。ツアーのチケットまだまだ受付中なので、もし気になってる方はよろしくお願いします。そうなの、四国の会場とか山口県の会場ちょっと配信がないんですけど、この前の兵庫と来週の東京じゃなかった広島と急に全然違うとこ、広島とあと岡山県ラスト最終日は配信があります。 Hulu の方であるのでぜひ急に違います、広島です。勝手に違うとこで一人で公演することになっちゃう。違います。ミュージックショップさんハート、土屋さんハートありがとう。お山口、お山口行く人多い。プーさんハートありがとう。そう、あさっては宮島ボートレース宮島のイベントに出演します。失礼いたします、よろしくお願いいたします。山口一人は毎回違います。各会場全部来ると ST 曲が制覇できるっていう宣伝がもう公式から出てるので、まあ、どの部分が変わるかは皆さんのお楽しみです。お岡山撮ってみた。岡山なんか最近できた会場らしくて楽しみです。私岡山でライブするのもさなかなかなかったからとっても嬉しいです。本当に本当に本当にもう全然そうちょっとおうち7軒をこう公園で行ける機会がコロナ禍だったこともあったりしたりとかして本当になかったから楽しみたいと思います。いや沖さんね卒業する前にさ行きますみたいなこと言ってたけどきっと忙しい気がするんですよ。舞台あるじゃないですか沖さんもね。えでも会えたら嬉しいよね。ね沖さんポキヨこんばんは。シーチさんハートギフト、デッドさん誰もありがとう。パセのノーエーマーはないかな。でもあるかもないですね。まあいつかはまたあるかもしれないけどきっとないですね。パセでもあれもう酸素が足りなくてはっはっって頑張って酸素をさあの空気がするはっはっって言って酸素酸素って言って投資リハーサルとかするときノーエアマンの後の水分の減り方がもう他の曲と比べ物にならんくらいめっちゃ減る。途中でフラフラしたらもう終わり。だから私ノーエアマンのレッスンがある日は朝からめっちゃ食べていってた。みちゅさんの卒コンの日とか食べなきゃと思ってもうめっちゃ食べてってました。陽平さんハートありがとう。キングさんだるま、しんいちさんレインボースターありがとう。難しい。しかも頭めっちゃ振ったりするからもう途中もうそう脳みそが揺れて脳みそがさもう何が何だか分からなくなってどっちが前か後ろかも分かんなくなるぐらいもうああああってなります。ネムハモルーマンやったことないんですよね2期生か。ネムハモルーマンは難しそう。あの感想の振りが難しそう。こういうわかる伝わるこういうみたいなあるじゃないですか。あれ難しそう。難しい確かに。いや私ではさめっちゃ間違ったことあるよね。ノーエアマンです。1個遅れたらもう全部その後ああもう入れない入れない
大縄跳びです。本当にチャンス逃しちゃったらもう入れん。一句ハートありがとう。難しいね。ねえすごい。エスケープないよ。エスケープ私音ゲー得意だよAKB さんの音ゲーあったじゃないですか。あれ私エスケープめっちゃ好きで、エスケープの音ゲーは何が好きかっていうと、一回終わったと見せかけてもう一回始まるところが好きです。初見殺しみたいな感じのあの感じがすごく好きです。めっちゃやってたエスケープ、いいよね音ゲー。カズノシンさん、阿部寛さん、ハートありがとう。いやでもエスケープもだけど、この前ひなさんの卒コンで披露したモニカ夜明けだっていう AKB さんの曲があるんですけどね、そのモニカ夜明けだもこの前のコンサートもそうだったんだけど、一回終わりと見せかけてまた始まるんですよ。だから客席からうおーひなちゃんみたいなコールが湧いてて、いやまだあるんですよみたいなまだありますよ続きがって思って、そうそうなの。いやあそこねコールしたくなるけど、まだね実は終わりと見せかけてまだまだあるっていう、そう踊りながらあ壊れが起きてると思って内心ねおっと思ってました。ギリさんハートありがとう。いやでもミジュさんとひなさんの卒コンでモニカをやったけど、今後ねやる機会あんまりなさそうですよね。折り面だからっていうのでやったけど、ね、最強ツインテールとかもさ STU で次見れるのいつだろう。私そう最強ツインテールのキュルキュル選抜入れなかったんですだから次ちょっとキュルキュルなる特訓をしてキュルキュル選抜入れてもらおうと思います。あと法定速度と優越感もあの STU メンバー の, その出演メンバーの中で若い順から16人選ばれてて、私は当たり前にもう一番上だから、そう若い選抜もちょっと頑張ってね、どうにかどうにかこうにか4期とかで30歳ぐらいのメンバーを入れてもらって、どうにかね出れたらいいですねいつかそう私最年長、いやでもそしたらさお姉さんユニットもしてほしいね、大人ユニット大人公演したいです。ずっと言ってる STU 入ってすぐとか入る前のオーディションぐらいから言ってるけど、なんか夜遅い時間とかに大人メンバーでやる公演をやりたくて、 SKE さんとかがやってるようなやつやりたいですね。楽しそう。でも沖さんいてほしすぎる。これはほのたんさんとか沖さんがいる時代に やりたかったです。絶対に配信なしがいいですこれは。もう配信なしでうんやりたかったですねMC も面白そうだし、もう叶わない夢やそれは。卒業してしまった。あーミッドナイト公演、いや布そうだよね困った、それはうんそれは困りましたね。なんか私だけさあの他の姉妹グループさんとかでさ小中学生のメンバーだけ布が多かったりするじゃないですか。あれでお願いします、あれで、うん、それにしてもらおう。それならいけそうや、紛れて。こんばんは。
こんばんは。ケンネスさん、ハートありがとう。じゃがれこさん、だるまありがとう。ありがとうございます。パちゃんが思い捨てるのセクシー担当は誰？今いるメンバーで、今いるメンバーですか？アイコです。今あのメンバーのプロフィール見ようと思って iPad つけたら待ち受け画像にアイコ映って、あ、アイコやってなりました。アイコです。アイコパセパセリー、そうですね。じゃあパセリプロデュース、マヒナさんです。マヒナさん、葵さん、ここにサコとか入れたらなんかおもろそうです。サコ、そうだね。今日サコちゃんがツイートしてた赤ちゃん時代の写真がもう顔がそのまますぎて、もう愛おしかった。多分あれスタジオアリスとかで撮ってるんですけど、多分昨日とか撮ったぐらいの顔の、もう顔がサコだった。サコすぎたね。あ、ゆきりかとかどうですか？大人公園なっちゃんとか鍋ゆきね、私はサコちゃんの無謀をまた見ることができてとっても嬉しいです。この前のツアー初日でまた無謀をやってくれて、あーもう最高だよ。サコの無謀は最高だ。とってもいい。もうあの髪の毛も最高や。髪の毛切ったらしいけども、それでも長いらしい。15センチ切ったって書いてたけど、それでも長いらしい。さこちゃん髪の毛さ、座ったらあの椅子につくぐらい、多分それ以上とかあるんですよ、髪の長さが。やばいよね。シャンプーどれぐらい使っとるか気になりますね。でもきっと本人はさ、いろんなところでそれを言われるだろうから、メンバーからもだし、ファンの方からもだし、スタッフさんとかからもきっとさ毎回言われて、でもそれでも笑顔で対応してくれるんです。なんて優しいの。いやだってさ、毎回毎回さ会う人に言われたら、ね、きっとめんどくさくなっちゃったりするじゃないですか。なのにそう神対応なの。いつもニコニコして喋ってくれる。優しいよ。反抗期が来なかったよ、ずっとこの4年半さこちゃんの反抗期来なかった。もしかしたらこれからあるかもしれないけど、今のところないです。あ、髪だけに髪対応ね。いやもう反抗期来たら悲しい。車庫にわかる、ポニーテールほどいた君を見たの、さこちゃんの歌い出しめっちゃ好きなんですよ。いや本当に良すぎる。この前本人に言ったんです。もう本当に無謀とポニーテールの時のさこの歌い出しが好きすぎるって言ったら、なんかめっちゃいろんなメンバーに言われる、嬉しい、ありがとうって言われて、いややっぱみんな思ってることは一緒だよねってなりました。良すぎる。なんかね、なんて言うんですかね、言葉と言葉の間のなんかつながりみたいな歌い方がすごく好きなの。めっちゃいいんですよね。ポニーテール、
ほどいた。ポニーテールほどいた君を見た。朝の電車の中探したの後のターの後のその次の歌詞に入るなんかつながりみたいな歌い方がめっちゃ癖になるというか、もうそれをずっと聴いときたいってぐらいめっちゃいい歌声なんですよ。聴いてほしい。次きっと公演とかでも聴ける機会多いからもう聴いてほしすぎる。無謀もうめっちゃいいな。いや本当にいいんですよ。おすすめです。あの歌声とパフォーマンスはもうぜひ注目してほしい。クワドリさん、だるまありがとう。ハートもありがとう。キングさん、だるまありがとう。林藤雄さん、タコありがとう。聞いてみて、ぜひおすすめです。本当に本当におすすめ。とってもミキヤくん、だるまありがとう。聞いてみてください。さとこさん、レインボースターありがとう。新聞記者のトバヤさん、ハートありがとう。そうで、おぬぬめだよ。おぬぬめ私の一押しポイントです。でも香川と愛媛ではヒーローするとは限らないから、ちょっと見る機会がいつになるかわからんけど、初日でヒーローしたからきっとしばらくは見れないと思うんですけれども、ね、次公演とかでさこちゃんの生誕とかで見てください。ノクさん、ハートありがとう。そうだよ、ホームズくん飾ってるよ。なんかさ、この子がいてくれるだけで配信の色味が華やかになる。ほら、いないのといるとじゃ全然違う。めっちゃいいや、明るくなる。こっちがもう水色で構成、私も水色やん。もう水色で構成されてて、私が好きな色で構成されて、オレンジ、オレンジもいいですよね。明るく元気なイメージというか華やかなイメージでね。よしひろさん、ハートありがとう。ハートじゃないよ、だるまありがとう。だるま、いや今日食べた鮎の塩焼きが本当に美味しかったですね。ガラーのお土産まだ使ってない。そうだよ、まだ使ってないんですよ。これを使おうと思って忘れてました。これ昨日つけたやつ、わお、これ昨日試しにつけたやつ。でも大事に使わなきゃだから、これも使ってみたいんだよね。これ使おうかな今日。ヘアケアマスク、いやこれ待って、うー、塗った後しばらくさ置いた方がいいのかな。ちょっともう眠たいからさ、そんな待ち時間とかを待てないかもしれない。すぐ流していいのかな。あずみからリプ編が来た。あずみからリプ編が来たぞ。適量難しいね。そう、パルコにいるお姉さんの匂いがする。これアルテミスさん、ハート。コナンさん、だるまありがとう。こんばんは。キングさん、だるまありがとう。え？
シュレッダーにチケットを入れてしまっただと、なんてこった。復元したけど入れなかったら笑ってやってください。やばいやばい、笑えないよそんな。もうでもね、この前あの X でお札、お金のあのお札をシュレッダーにかけちゃったって人いたけど、あのちゃんとしたやつに変えてもらったって載せてたから、あそう、あのコメント欄見てください。チケット忘れて入れた人いる。そう、でもあれは多分個人ファンクラブだから、その身分証というか個人情報が分かったからだと思うけど、ツアーはねさすがに無理かもだけど。へー、確かにお問い合わせフォームで聞いてみてください。多分過去にそんな人、まあ、いるかもしれないけど本当に少数だから、運営さんもどう対応するかを会場じゃなくて事前にこうね、どれくらいのレベル粉々になってるかみたいなのをさ、知ってた方がいい気もするし、個人情報と照らし合わせたりしてどうにかこうにかね。うわー、つらーい。あ、確認取れてるの、じゃあ安心だ。でも当日までドキドキですね。はあ、無事に入れたらいいけど。マリコが復元科捜研のね、マリコね、榊マリコね、科捜研の女見たいな久々に、ね、不足中。今特捜9やってるんだよね、刑事ドラマね。録画だけしてずっと見れてない。早く京都に行って刑事ドラマの聖地巡礼したいです。鴨川とか行きたいもん。鴨川行ってお宮さんとかの聖地巡礼とかしたい。でもその共通の趣味の人がいなさすぎて、お母さんと行くしかなくてね、お金貯めなきゃ。お母さんを私のお金で連れて行くって、旅行に連れて行くっていう夢が中学校の時から、小学校かな、小6の修学旅行で熊本県に行ったんですよ。その時にできた夢があって、家族旅行、自分のお金で家族を旅行に連れて行くっていう夢がある。でも一切貯金とかしてない、全部アイスに消えてるからやばい、食べなきゃいけない。やばい、ピンチ。夢はあるけど何も行動に移していなかった。すべてアイスのお金に消えています。京都地検の女も大好きですよ私ね。思った、この前いちごちゃんが科捜研のなんかツイートをしてて、え、仲間じゃんと思いました。思ったよ、なんかしてたよね、相棒科捜研なんかしてて、そう、おおってなった。仲間ができた、てか趣味が合いすぎるね、いちごちゃんと私、とても嬉しい。山の花さん、ハートありがとう。お、今日のチョコモナカジャム過去一パリパリでした。わ、最高やん。わー、いいね、羨ましいよ、とっても、めっちゃ羨ましい。いいなー、私は半分パリパリだった、めっちゃ良かった。あ、もう30分なの、終わりようかな、終わりましょうかな、喋りすぎちゃった。うわーん、お風呂ドライヤー、うん、
なんだかんだでパリパリバーを買って常備してます。わ、パリパリバー大好き。パリパリバーはなんかもっと大きく作りたいね。一回溶かしてできないもんかね。無理か。巨大パリパリバー食べてみたいね。いいね。明治スーパーカップの社員はエッセルって呼ぶらしい。どこで得た豆知識ですかそれは。どこで知れるの、どこで知ったのそれ。ハーゲンダッツ買っちゃった。最高ください。カルピスアイスバー1本30円、安っ。どこで売ってるの、安すぎない？レッスン終わりとか食べたい。私もそういうさっぱり系アイス。あのさ、あのナタデココが入った杏仁豆腐アイスバーをまた今年の夏もいっぱい食べたい気持ちだから、発売されるように皆さん祈っといてください。私の大好きなアイスです。期間限定なんです。本当にすぐ終わるの発売が。悲しい。最近どこにもないんです。としひろさんハートありがとう。だるままありがとう。わー見てくれてありがとう。880円のアイス食べた。何それ。え、ハーゲンダッツよりお高級じゃないですか。何物のアイスなのそれは。いいね。わあ、いろんなアイス情報が集まってくる。うわあ、みんないいもの食べてる。いいね。今日の私の夜ご飯は4割引きのサバの刺身よ。みんなちょっと雪帽子行きました。ちょっと私の夜ご飯よりみんな贅沢よ。そう、4割引き、あと1割追加してよって思う。半額にしてよ。え、雪見大福見ました。あれですよね、なんかチョコチップみたいなやつ、白いパッケージ、白と青のパッケージのやつ気になる。チョコバッキーはいいなぁ、いいなぁ。チュリトスとジンジャーエール最高。うわぁ最高です。ジンジャーエール、私も映画館行ったらその組み合わせだよ。チュリトスとジンジャーエールだよ。いつもで、いつも喉がシュワシュワしてるよ。コナンとか見ながらシュワシュワしてました。シュワシュワシュワ。アジフライ、おいいですね。いいな、寿司いいね。配信終わったらご飯炊きます。おお、今日はご飯を炊くのですか？今日はマックじゃないのですか？島根ワイナリーでソフトクリームを食べてきました。ああ、ソフトクリーム食べたい。私も食べたい。キングさん、だるま、Z さん、だるま、ありがとう。そう、今は私はあのお風呂に入る時間を先延ばそうとしている。きっとバレているみんなに。あーパセリお風呂の時間を延ばそうとアイストークしてんなってバレてその通りです。うわハンバーグ、かしわ餅、わかしわ餅、そうよ、今日スーパーにいっぱいかしわ餅売ってた。子供の日だからね。いいね、かしわ餅。こしあんが全然なかった。全部粒あんでした。全部粒あん。今日のお昼は厚切り牛タンでした。どこで食べたんですか？私あれ食べに行きたい。あの何ですっけ、牛タン屋さん行ってみたい。何ですっけ、あのさあの牛タンのお店なんていう店だっけ。行ってみたい。根岸、それ根岸です。行ってみたいです。ことないネギシ。そう食べてみたい。ずっと食べてみたい。ももちゃんが前一緒にラジオで出た時に、ももちゃんが一人牛タンするのが好きですって言ってるの聞いてからずっと狙ってるんですよ、一人牛タンチャンスを。だけどそう
つも忘れてる私は。よし今日いっぱい食べるぞって日に頭に思い浮かばなくて、牛タンが本当にダメです。食べたいですね。あ、やばい、まぶたが閉じてくる急に急に睡魔来た、睡魔来ました。ももちゃんの写真めっちゃ流れてくるよ最近、 X のおすすめで。超可愛いです。あの元気そうで安心しました、親心。ピンクのかしわ餅の味噌あんは好きですか？食べたことがない。そんなものがあるのですか？味噌あんとかあるの？知らなかったです。ちょっとチェックします。美味しそうだね、いいなぁ。味噌あんだって。炭火焼きホルモン、わぁいいね、美味しいね。あ、終わる時間だよね。プーさんレインボースターありがとう。終わる時間だよみんな、また明日会おうね。味噌あん、知らないよ私、そんな食べ物がこの世に存在するって知らなかったよ。ちょっと調べていい？終わる気ないやん私。ちょっと調べるよ。味噌あん、かしわ餅、ちょっと調べてから終わろう。見たことない、見たことないです、初めて見ました。知らなかった。これ全国にありますか？私がお餅をあんま食べないからなのかな、知らんかった、知らんかったです。じゃあ本当に終わろう、配信終わります。終わる終わる詐欺やめます。キングさんだるまありがとう。 NRR0022 さん、だるま、りょうへいさん、ハートありがとう、ありがとうございます。見てくれてありがとう、遅い時間までありがとう。みんな今日日曜日だよ、なのに一緒に夜更かししてくれてありがとうございます。配信終わった瞬間もう速攻で目閉じて寝ちゃってください。まだお風呂入ってないっていう仲間は一緒に頑張りましょう。見てくれてありがとう、本当にありがとう。明日月曜日、明日休み。待って、ゴールデンウィークってそんな長いの？どういうこと？長すぎない？明日までなんですか？今日で終わりじゃないの？嘘や、まだあるんですか？びっくり、明日までなの？はえー、知らなかった。いっぱい休んでください。もう日頃たくさん働いて頑張っている皆様、休んでください。でも明日も働くよって方もいると思うから、その皆さんは明日いっぱい頑張って次のお休みにいっぱい休んでくださいね。あ、ゴールデンウィークの存在すらないよとか、もうゴールデンウィークの方が忙しいよって人も多いよね。接客業とかさ、観光系の空港駅とかそういう人とかさ、デパートショッピングモールとかね、そんな皆さんもお疲れ様です。もう頑張ってる、頑張っているね。ゆっくり休めるときに睡眠とって、好きなことして、美味しいもの食べてください。そんな大変な中配信見てくれてありがとうございます。
お休みでぐーたらしてる人もぐーたら時間に見てくれてありがとうございます。わさきさん、タコ、キングさん、そらそやかさん、だるま、かずともさん、だるま、Z さん、ファイト、ハリーポッターメガネのひげおじさん、ハートとだるま、おみかんさん、お疲れ、シーツさん、だるま、ありがとうございます。みきやくん、ハート、ありがとうございます。よし、誕生見ます。いきます。13位、しゅんさん。12位、しんいちさん。11位、ジェイちゃん。10位、かめさん。9位、ぶんさん。8位、ゼットさん。7位、クアドリーさん。6位、かずのしんさん。5位、プーさん。4位、いはくさん。3位、ゆうたくん。2位、よしひろさん。1位、じーつーさん。ありがとうございました。見てくれてありがとう。それじゃあまた明日会いましょう。おやすみなさい。またね。わあ、眠たいよ。おやすみなさい。